名古屋栄にある完全個室堀ごたつ居酒屋矢月の彩香です。今日は矢月自慢のランチをご紹介したいと思います。じゃあ一個ずつ見せますね。メインがでれーん三色丼です。そぼろと高菜と卵です。三色でと、あとはこちら矢月の人気の手羽先です。見ますかね、すごい大きい手羽先です。甘いタレで味付けしてあります。でこちらがコールスローです。ででーん、マヨネーズの美味しいマヨネーズ大好きなんですけど、私コールスロー大好きです。でこちらが赤味噌のお味噌汁です。わかめとお豆腐が入っています。とよいしょ、里芋の煮っころがしです。でこちらが愛知県産のバイコンの煮物です。すごい大きいですよね。ででーん、とデザートにチョコのパウンドケーキもついています。よし、では私がちょっと食レポをしてみたいと思います。よし、では三色丼からいただきます。おすすめはこの3つとも混ぜて食べていただきたいです。よいしょ、すごいたくさん乗ってるのでちょっとこぼれそう。よいしょ。いただきます。魚がシャキシャキです。あと卵もすごく甘く作ってて、そぼろがこう醤油で煮てあるんですけど、とっても美味しいです。混ぜて食べてみてください。とじゃあ里芋の煮っころがしをいただきます。柔らかいです。いただきます。美味しいです。とってもしっとりしっとり。里芋大好きで、よく実家でも食べてました。矢月の方が美味しいです。でこちらがコールスローです。前回コールスローもお出ししてたんですけど、人参がプラスされました。いただきます。
お酢が効いてます。コーンも美味しいです。では味噌汁いただきます。熱いです。熱々。今週は赤味噌なんですけど、いつも白味噌だったり合わせ味噌だったり週で変わるので、白味噌派の方もぜひ来てくださいね。実家の方では、私東北なんですけど、合わせ味噌が多くて赤味噌を飲んだことなかったんですけど、美味しいです。合わせしか飲んだことなかったです。でこちらが愛知県産の大根の煮物です。大きいですよね。矢月の看板メニューです。よし、すごい時間をかけて煮ています、この大根は。なので中までしっかり味がついています。いただきます。甘いです。甘くて、多分その想像してる大根の煮物とは全然違うと思います。おでんの煮物とは全然違う味がするので、ぜひ食べに来てくださいね。でこちらが矢月自慢の手羽先です。すごい大きいですよね。ででん、ちょっと手羽先の食べ方がわからないんですけど、ちょっとかじってみます。いただきます。塩じゃないんですけど、タレで美味しく味付けされてて、ちょっと熱々なんで食べるときは気をつけてくださいね。めっちゃ ではデザートのケーキをいただきたいと思います。これパウンドケーキです。週でデザート変わるんですけど、今週はチョコのパウンドケーキです。よいしょ。意外としっとりしています。なんか初めてこのパウンドケーキ見た時に、なんかパサパサしてるのかなって思ってたんですけど、意外としっとりしてて、上に砂糖がついてるのですごい美味しいです。これだけついてお値段いくらだと思いますか？こんなに 1,2,3,4,5,6,77皿ついて、なんと700円なんです。週替わりで定食を出してるんですけども、700円でランチが食べられます。すごいお得で、来週はまた新しくメニューが変わるので、ぜひ矢月のランチを食べに来てみてくださいね。
また見てください。あやかでした。